まず円運動で単振動っていうのはその円運動の影でしたよね波を伝えているのは倍室球場の観客席にいるお客さんですけどそれぞれの倍室は単振動してるんですよねだから振動中心は速さが最大とか両端は速さがゼロとかそういった知識が使えますではまず一番振幅ですけどこれは中心からのゼロの最大値だから単振動や元の円運動の半径に なっています。A. は四メーター。次波長ラムダっていうのは波一つ分の長さですから。これ波一つ分ですね。十七引く五で十二メーターですね。波の速度は V. イコール F. ラムダの公式を使います。この問題で与えられている周期 T. と振動数 F. は逆数の関係にあるので。F. イコール T. 分の一を代入し、V. イ T. 分のラムダで求めることができます。 2番横波として A から G でどれですかやけども倍率の速度がゼロな場所っていうのは端っこで一旦速さゼロになりますから C とか G で一旦ゼロになりますよとかそれから速さが最大向き特にしてありませんよね速度の大きさが最大や言われたら真ん中でね A とか E が正解ですねでこれカッコがねよく間違える人いますよ速度の向きが プラス Y 方向つまりこの図で言ったら上向きなのはどれですか向きを知るためにはどうするかというとこのグラフ少しずらせばいいんですよねこの。この形がこう平行移動していってるよっていうのが波ですよ。だからそうするとこれここ下に下がってるぞっていうのが分かるこれ上がってるっていうのが分かるこれ上がってるよっていうのが分かるでここなんですけどその後上がるんだけどこの瞬間はまだ止まってますから。 だから、点水を入れないようにお願いします。答えは上がっている A. と B. ですね。